なぜ人は戦うのか。始まりは小さないさかいだとしても、それはやがて世界を覆う獰猛な嵐となる。ガンダム無双最新作が2年間の沈黙を経てついに登場。ビジュアル表現を一新、セルアニメの手法を取り入れたバトルシーンを実現。一騎当選の爽快感がさらに進化した。人は同じ過ちを繰り返す。明日が欲しいんだ。どんなに苦しくても変わらない世界は嫌なんだ。この不毛はいつまでも連鎖するだろう。何かが変わらない限りだ。人類はその手に何を掴むのか。この戦いは一筋の可能性を示すためのミッションだ。俺の意志で紛争根絶のために戦う。ダブル王と共に。ファンダム、死の果てに神はいない。人類を導くのはこの僕、リボンズ・アルマークだよ。遅い、いかがしだろ。僕はイノベーターをも超える存在だ。たとえ一瞬の光だとしても、可能性の火は繋げなければ。悲しいことが多すぎるからって感じる心を止めはしない。今の私は殻ではない。打ち渡るこの体に何かが宿っている。可能性を残したいという思い自体が可能性を殺しているのだ。戦場感ここに極まる。さらに進化した戦闘システム。パートナーを呼び出し、強力なサポートを受けることができるパートナーストライク。パートナーごとにサポート効果は様々だ。もう離れないから。戦場に点在する特殊なフィールド施設を制圧すれば、戦いを有利に進められる。戦略を持って戦場へ挑め。ガトー、腕を上げた。ゲームオリジナルのストーリー展開も必見。なんだ、なんという強行。連邦の白い悪魔、雪辱を果たす。トランだ。抵抗するなら撃ちたくない。撃たせないで。まずい、一気に肩をつける。変形した。うわ、倒す、倒します。時は来た。今、真のガンダム無双を決める決戦が始まる。最新から歴代機体まで、新規参戦モビルスーツ、いざ出陣。俺たちは新しい未来を作っていくんだ。古い時代に左右されず、新しい時代を乗りこなしてみせるさ、どんな機体だって。死神に喧嘩を吹っかけるなんてよ、100年早いぜ。従来機体もさらに華麗に進化。オンラインモードも搭載。ガンダム無双は大幅な進化を遂げ、新次元へと昇華した。人間は果たして確信をなすのだろうか。人類は試されている。人の心、悲しさを感じる心を知る者なら、ガンダム、俺に力を貸せ。俺たちが世界に変革を促す。いつか人の心の光が世界を覆う、その時まで未来を作るために。
俺たちは変わるんだ。見届ける必要があるだろう。戦う者たちのこの物語、来るべき戦いのために。ガンダム無双3、12月16日発売予定。初回封入特典は武者ガンダムと武者ガンダムマーク2ダウンロードパスワード。予約を急げ。